最近あなたが勉強したことは何ですか？はい、こんばんは。小室ゆりのやるサプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組は、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。今週の日曜日6月9日に開催をされましたセックスカウンセリング研修会に参加をしてきました。これは一般社団法人日本性化学会主催で、まあ私ここの正会員でもあるので参加してきました。何年ぶりかな、コロナ以降初めての対面だったんですよね。で、実はね、これ今日のこの後の前半コーナーでお話をしようと思っているんですけれども、セックスレスっていう言葉ができて30年なんですって。これが新しいのかね、そんな前から言われてたのかっていうのは皆さんそれぞれに感じるところかなと思うんですけれども、まあ学びの深い一日でしたね。セックスレスの概念って一般的に、現在の一般的に言われるところだとない方がいいんじゃない、そういうセックスレスとかね言葉ない方がいいんじゃないなんていうところもあると思うんですけど、一方でなくてもいいよね、そのセックスがなくてもいいよねっていう考え方もどちらも尊重されるもので、ここの議論っていうのと、あとね、面白かったのが、こういうセクシュアリティの相談をする方、クライエントさんが男性のカウンセラーを選ぶのか女性のカウンセラーを選ぶのかっていう時に、このカウンセラー側がどちらを選びますかとか、あと男性のじゃあクライエントだから男性を、女性のクライエントだから男性はやめておこうとか、この辺をどうするかっていうのでも議論になってて、本当にケースバイケースの話なんですけど、女性が男性のカウンセラーさんだったら話しにくいことも当然あるでしょうよというところから、何かしらの配慮をした方がいいのではないかということも思ったと思うんですけど、じゃあこの多様性のね、社会性の多様性と言われている中で、どこまでカウンセラー側がクライエントさんのその異性間のマッチング、または同性間のマッチングっていうところで気を使っていけばいいのかみたいなことがね、こう熱く議論が交わされてて、もちろん私は議論には入ってないですよ。すごい何十年とやってらっしゃる先生方が議論を交わしていたので、でもそれだけ長くこのセクシュアリティに関わっている先生方でもやっぱり価値概念って変わるからこそ熱い議論が交わされるわけですよね。そういうのをね、肌で見てて非常に勉強になって面白かったです。だいぶ濃いめの人がね集まってる学会なんですけど、そんなところにいられる自分は幸せだなと思っております。では今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、先ほどもご案内しましたけれども、小室ゆり的サプリ論。今日はですね、取れたてほやほや、このセックスカウンセリング研修会の中での得てきた情報を皆様に分かりやすくお伝えしていこうと思っております。めっちゃ新しいですよ。そして後半コーナーは、あなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。動物占いって聞いたことある方多いと思うんですけど、
動物占いを USP プロファイリング的に例えるとこんな感じというのをご紹介いただけます。そしてこのコーナーもありますよ。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週はレイングッズがテーマです。そろそろ梅雨入りですものね。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論、ラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。今週は9月の9日に行われました一般社団法人日本性化学会の第53回セックスカウンセリング研修会で小室ゆりが参加して得てきた知識を皆さんにもシェアしたいと思います。セックスレスという言葉、なんとこれ造語なんですよね。もともとは安倍メンタルクリニック院長の安倍輝夫先生が30年前に考えた言葉だったんだそうですよ。セックスレスカップルという言葉を思いついたんですって。結婚後も成功がないカップルの相談が相次いだことからこういう言葉を思いついたんだそうです。やっぱりこう元をたどっていくっていう、こう作業ってすごい大事なことだなって思いますよね。なのでこうどっかでねセックスレスっていう言葉を聞いたら、それって30年前にできた言葉で、もともとはセックスレスカップルというところから始まってるんだよって自慢してください。さて今回のこのセックスレス30年というところの研修会で私が一番学びになったこと、これがですね、田園調布大学の名誉教授でいらっしゃいます荒木千音子先生の論文発表、中高年のセックスレス配偶者間では、単身者の交際相手との間では、ここでの学びがとにかく大きかったんですよね。これをね、分かりやすくお話をしていこうかなと思います。荒木先生がおっしゃるには、配偶者以外の異性との親密なお付き合いというのが増加している、これは2012年の調査時点でお考えになったことなんですね。でこれが、まあ、12年経った現在2024年、性生活において女性の意思が尊重されるようになったのはとても喜ばしいことなんだけれども、尊重される部分っていうのが女性の脳したくないというところにあるのではないかと。でじゃあなんで女性が脳というのか、これが配偶者間の性交渉、ここポイントです。配偶者間の性交渉が女性にとって喜びの少ない行為であるのではないかとおっしゃってたんですね。ポイントですよ。配偶者間の性交渉、配偶者間のセックスです。というのも2022年の調査結果で分かったこと、見えてきたことというのが、ご夫婦間の関係性、結婚生活の満足度、配偶者への愛情というのが男女ともに2012年よりも否定的な回答が増えているんだそうです。また女性の50代60代が特に結婚生活満足度、配偶者への愛情が否定的な答えっていうのが増えてるんですって。
おっと聞いておいてくださいよ。かつ性的欲求や感情を伝え合うことはない、この問いに対しても女性が増えてる、とにかく女性が増えてる、なんだったら寝室は別なご夫婦も増えているし、まあ、ここで分かってくるのが、ここ12年の間で夫婦間の愛情というのが伝え合わない方たち、そもそも目減りしてると感じている方たちが増えているということなんですね。一方です、一方なんです。もう一つ荒木先生が取ったデータで、2022年にご自身が一番親密だと思う方との性交渉は満足していますか、こういうデータを取ったところ、満足しているという方が増えてたんですって。ここもポイントです。あなたが一番親密だと思う方とのセックス、ここで配偶者と言ってないんですね。この結果で分かることは、配偶者間でのセックスには満足していないけれども、どうやらそれ以外の、配偶者以外の方との性交渉セックスでは満足しているようだということなんですよね。この辺から分かってくることは、結婚とセックスが結びつかなくなってきているのではないか、その理由に女性の性交渉の喜びが足りないというところが、女性の性生活性交渉の意思決定においてノーと言わせているのではないかということだったんですよね。荒木先生が最後にまとめていらっしゃったのが、こうセックス性生活について不満があるんだったら、不満を感じている側が一歩踏み出してコミュニケーションを密にして求めていくこと、そして性生活をできる関係性を作っていく努力が求められる、性的感情や愛情を表現しない、伝え合わないという、伝え合わないってもうこれ衰退しかないわけですよ、関係性の衰退しかね。愛情を伝えなくてもいい人ってもうそもそも関係構築放棄してますよね。じゃあそこの関係構築の一端として、小さなところからのスキンシップだったりとか、感謝だったり承認だったりとかっていうのが必要になっていくというのが私の考えです。この時にね、じゃあ何を承認するのか、何を与えるのかっていうので、私これからの時代って自己開示だと思うんです。自分を伝えていくこと、自分の欲求じゃなくて、自分自身ってこういう考えなんですよ、こういうことがあって、こういうネガティブなところも持ってて、ちょっとこんな失敗しちゃったんだっていう自己開示をすることが、実は最大のギブになるんじゃないかななんて思って聞いてたんですよね。これギブ&テイクじゃないんです。ギブしてギブして、自分のこと、そして相手に喜ぶことをギブして初めて信頼関係が構築されていく、そんな時代になっていくのではないかななんて思って聞いておりました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、
御利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USB プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。後半はあなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USB プロファイラー押したり構造先生です。今月は耳なじみのある動物占いを USB プロファイリング的に見るとこうなるというお話です。それでは押したり先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USB プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。本日は動物占いを USP プロファイリング的に解析します。もともと動物占いは三名学、四柱推命の星を分かりやすく12種類の動物に分類したものなんですが、当然どの流派のものをベースにしたかによって結果が微妙に変わるんですが、そもそものそもでこの12匹の動物のチョイスってどうなん、というわけでプロファイリング的に新解釈してみます。まず12の動物でいうと、チーターとクロヒョウ、ライオンとトラあたり。これぶっちゃけどっちでもよくねって思いません？区別つきます？コアラは怠け者ではダメなの？小鹿は子犬では代用できないの？などなど、それぞれにニックネームをつけてみました。まずは狼、気まぐれ自分ロードです。貫けば勝ち組、迷えば負け組、こんな感じでニックネームつけてます。次が小鹿、可愛さとあざとさの間、年上からは可愛げで見られて年下からはあざとさで見られるっていうね。で猿、ザ世間体極み、リーダーシップを発揮するとプラス、見栄を張り続けるとマイナスっていう天国と地獄ですね。次にチーター、世界で唯一無二の存在証明と承認、褒めて伸びるけど束縛すると逃げちゃいますね。そしてクロヒョウ、わがままプリンセス極み、男性の場合はわがままプリンス極みですね。私がしたいからしてるだけ、あなたの意見は聞いてないからが基本です。わがまましてても嫌われないっていうお得な星ですね。ライオン、自分だけが秀才ということに気づいていない秀才、常に上昇志向なんですが、自分ができることは誰でも簡単にできると思い込む傾向があり、優しさで教えてあげたことが嫌味になってしまうなんてこともありますね。トラ、女性は気づいたらみんな虜、ナチュラルハニートラップ常時発動中、男性は根拠はなくても自信満々のオーラ放出中。ちなみにトラの方はアンチの数は自分らしさのバロメーターっていうことだけ覚えておいてください。次にタヌキ、常にリスクマネジメント、優柔不断極みですね。いい意味で慎重、悪い意味で優柔不断なんですけど、優柔不断に使う人多いのよね。コアラ、転生したらチート級妄想狂だった件です。どっかのアニメのタイトルみたいですけど、妄想と空想の申し子ですね。ただ確証がないとね、動けないっていうね、本音が言えない体質なんかもあります。ゾウ、本質が見えちゃう悟りマスター、スピ系の適性はナンバーワンですね。悟りすぎてしまうと冷めた人になっちゃうので注意しましょう。次が羊、一人でいたいのに寂しがり、二律背反の研究者、まあ集中力は最強、寂しがりも最強。最後がペガサス、地球人として馴染めない宇宙人です。いい意味で天才、悪い意味で KY ですね。とまあこんな感じで分類してます。例えば私ですと、コアラプラスライオンプラス羊なので、転生したらチート級研究者だった件みたいな感じになり、小室さんの場合はライオンプラスゾウプラス小鹿なので、可愛げとぶった切りの間とでもいう感じですかね。単発で見るのではなく組み合わせで見る感じになります。これが USP プロファイリング的動物占い解釈ですね。後でアーカイブで自分の動物振り返ってみてください。というわけで本日はここまで、あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーの押したりがお送りいたしました。それではまた。
いいじゃないですか。笑顔でぶった切るってことですよね。これね、セクハラを研修でやるときに絶対必要なエッセンスなんですよね。嫌な顔をして嫌なことを言うと、もうあからさまに拒否されるんですけど、でもハラスメントなので笑顔で話す話でもないんです。だからこそあえて笑顔で嫌だと伝えると、後遺者さんは親と思って初めてその認識をするわけなんですよね。もしかしたら本当に嫌なことをしていたのかもしれない。ここでね、嫌な顔をして嫌なことを言うと受け止めてもらえないっていうのが、このハラスメントの伝える側の難しさなんですよね。嫌なことを伝えるときは笑顔で伝えるということをぜひ覚えておいてください。押谷先生、ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また、押谷幸三先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングが FM 宜野湾にて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。エンジョイゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサブリ、DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占います。何を持つ？レイングッズ。それではセクシーに雨の日もお出かけしよう。おひつじ座、かわいい傘も素敵だけれど、あなたが差してくれるから大きいのが一番ね。おうし座、ミルクたっぷりのカフェオレ入れたのよ。雨の外よりも私とゆっくり過ごしましょう。双子座、ポンチョなんて素敵じゃない？これで両手が空くからあなたとつなげるわね。カニ座、ふっかふかのタオル用意して待ってるわ。土砂降りの中雨宿りに来てもいいのよ。獅子座、ねえ、ひまわりの柄の傘が欲しいの。これで雨でもあなたの笑顔に会いに行けるから。乙女座、防水スプレーかしらね。カバンにかけるといろいろ便利なのよ。あなたに会うといろいろあふれちゃって、防水加工の意味がなくなっちゃうかも。天秤座、おしゃれな雨用パンプスが欲しいの。これで中は濡れないのよ。ちょっと中を見たいからって無理に脱がせないで。サソリ座、大丈夫よ。折りたたみの傘はあなたの分まで持っているから。届けに行ってあげるから、その後は朝まで私を温めて。いて座、てるてる坊主作ってみたの。晴れるまでベッドの上でてるてる坊主ごっこしちゃう。ヤギ座、職人が作った16本骨組みの傘買ってくれない？丈夫で長く楽しめちゃうの。ねえ、誰かさんみたい。
水亀座。サカサカサって知ってる？手が濡れずに傘を閉じれるんですって。あなたの傘の時は気にしないんだけどね。魚座。雨で濡れちゃうのって嫌よね。それならプールはどう？一緒にどこまでも溶けちゃいそう。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は、大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。蓮華先生もなかなか際どいところを攻めてまいりますね。毎週読むのが楽しみです。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見するUSP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。多くの人に幸せや喜びを与えていく。それ以上に尊くて素晴らしいものなどない。ドイツの音楽家、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンの名言です。自分の幸せを追い求めても、いつかそれって枯渇してしまうんですよね。それ以上に周りの人を笑顔にすること。それが自分の幸せ、喜びに変わっていくんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。走り続けてた。気がつけば引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなたへありがとう。